宅一致おめでとうございます。本当に元気いっぱい。さてハガキ届いております、どうぞ。はい、これはね、長野県中野市の玉木千恵子さんという方からね、はい、最初のところに叫んでいる言葉は何と言ってるんですか。兄や友達はバカ千恵子って聞こえるって聞こえるって言うんです。あ、そうか。私はマカチコって聞こえてるんですけど、この方千恵子さんってことはバカ千恵子と兄や友達が言っている。もう一枚ありますね、前奏と間奏の中でバックで言っている言葉は何ですか。私にはバカチコと聞こえます。私のことをバカって言っているんですか。私はすごくショックです。私の名前はチコです。岐阜県岐阜市の井上チコさん。私もバカですこって聞こえたんですけどね、実は、さてそのようなおはがきがたくさん来ておりまして、はい、それを集計いたしますと、はい、ちょっと前すいません通りますよ、どうぞ前出てください。こちらのようになっておりますね、バカチコバカチコマカチコパカチコボコチコボッカチコパケチコタケチくん、本当かな、ワケチコワカチコン若いチコツ、これは狙いとしか言えもね、こういう。でもあなた方のところにもいろいろたくさん、これはあの番組に来たもんですけれども、いろいろご質問があると思いますけど、どういうのが多いですか。そうなんですね、僕の場合はカッちゃんっていうあだ名ですからね、僕カッちゃんって言ってるんじゃないかとかね。はい、あとはどんなのありますか。そうですね、東海地方とかね、あの短い間ではちょっと言い切ることできないんじゃないかと思うんですけど、くんですね、そういうことがね、はい、なんとかうまかっちゃんってのも来るっていうそうですね、もう分かんないらしくてみんな。さあ、はい、じゃあちょっとこのイントロのところ今ご質問がありましたので、ちょっともう一度聞いていただきましょうか、はい、ちょっとバカチコ。いやー本当になんともねえ、本当にこんな風にいろいろ聞こえるんですが、じゃあ教えていただきましょうか、はい、本当はなんとおっしゃってる。はい、正解はバカチコン。わかちこん、あ、こちらですね。あ、これが本当なの。で、はい、でこれはどういうことからわかちこんっていうことになったの。バウギターって言ってね、まあ、ファンキーなサウンドなんか、はい、こう奏でる楽器があるんですけど、まあ、そのギターのね、カッティングのね、わかちこわかちこわかち、その音をね、口で表現した。表現してみた、はい、そしてそれを歌の中に入れてみたって。そうです。ちょっとギターの方恐れ入りますが、ちょっとその音出してみていただけますか。聞こえますね。そうですね。はい、どうもありがとうございました。それではたくさん疑問をお持ちの皆様、そしてチコちゃんと、それからチエコさん、その他の皆さん、あなたのことをバカなんて絶対言ってないんでございます。答えはワカチコンでした。これは共通知事に出ませんからね。まあ、はい、懐かしいですね。私昔こういう番組やってたことあるんですよ。見てましたよ。さあ、それでは4週連続1位、デカメロン伝説少年タイラさんです、どうぞ。ワカチコン。Got you.